改めて町と地でですね、ありがとうの言葉を伝えることが今までできなくて、それを私たちも思っていて、町の町長さんもそれを感じてくださっていて、今日の会になりました。今日は本当にささやかですけど、来れない方たちにもこの感謝の気持ちを伝えられるような会にしたいと思っていますが、本当に言葉少ないですけど、ありがとう、本当ここまで来れたのは皆さんのおかげだなっていうのが一番の言葉で、本当に皆さんありがとうございました。この七ヶ浜町に、そして田んぼを何とかしよう、畑を何とかしようということで、2万人を超える皆様に手広いでご参加いただきましたことに、心から感謝を申し上げますとともに、わずか2年7ヶ月、このように復旧祭が行われることすら無相談にしませんでした。重ね重ねではございますが、同業者ともども心から感謝と御礼を申し上げ、一言ご挨拶とさせていただきたいと思います。本当に本当にありがとうございました。大変だけど一緒に頑張りましょう。